はい、スネアの次はですね、バスドラムの解説を行いたいと思います。このバスドラムはですね、キックとも言われたりしますので、これ同意語ですので、どちらでも大丈夫です。バスドラム入れてみますね。こんな感じとなります。これで一回聞いてみていただくと、よくこう、クラブ系、エレクトロで聞かれる四つ打ちというパターンがまさにこれですね。このバスドラの位置を見ていただくと、すべて四分音符の位置ですね。ここに、この場所に入っていると。あとはですね、上のものでアクセントをつけてるといった形でしょうか。やっぱりこのバスドラムはですね、リズムを少し支えるという意味合いが強いので、まず一番最初の頭に入れることがほとんどですね。そしてちょっと他の部分の解説もいきたいんですけども、例えばこういうパターン。一拍目と三拍目に入った状態ですね。いいんですけども、ちょっと重たくなってしまったのがわかると思います。これはがっちりしたいビートを出したいという時には向いてるんですけども、ちょっと今っぽいスタイリッシュなものはですね、大抵ここの3拍目はですね、外しに行くことが多いです。ということでこれをどうするのかと言いますと、16ブラに置いてもいいですし、そして8ブラに置いても OK と。一回これで聞いてみましょう。かなりいい感じになりますよね。ここはですね、結構のバスドラムのポイントになるかと思います。先ほど僕16分の裏に置いてもいいと伝えたんですけども、置いてみましょうか。こんな感じですね。なんかちょっと変な感じがしたと思います。これはですね、スネアドラムとバスドラムですね、同じ位置に入ってるからなんですね。もちろんこれは絶対じゃないんですけども、あまりですね、このバスドラムとスネアドラム同じ場所に入れないので、例えば今バスドラムがここに入ったとしたら、ちょっとスネアは抜かしておいたりとか、もしくは違う16ブラに行ってみたりとか、こう聞いていただくと、いう感じで使えますね。また前の動画ではですね、このスネアの2-4、ここにですね、音を入れると少し騒がしくなってしまうと伝えたんですけども、バスドラムはですね、2つ OK です。ちょっと聞いてみましょうか。一つにして、この後ろに二つ重ねてみます。いきますね。こんなんでもいいですし、ここの三拍目に置くと、先ほども伝えたようにちょっと重たくなりますんで、こっちとか。こんなんでもいいですね。バスドラムはこう8分音符の裏、もしくはですね、16分音符の裏、どちらにでもいけるので、結構こう万能で使いやすいかなと思いますね。こういうふうに16分の裏強調して、ということもできます。やはりこう頭に置いておいて、そこからですね、どのぐらい細かいものが欲しいのか、どこにですね、軸が欲しいのかというところをですね、探っていくといいと思いますね。で、そしてこうしてみるとですね、スネアがこう16部代用してくれてますんで、バスドラムはですね、8部を埋めようとか、こういうバランス感も。こういった形ですね。このギターがですね、割と8分音符で演奏されていますので、そこにバスドラムを合わせに行って、で、8分に置くとちょっと重たくなるスネアドラムはですね、このように16分裏で少し細かさを出すなんていうのがおしゃれかもしれませんね。そしてですね、これも重要ですね。先ほどスネアドラムでですね、こう頭にスネアが全て入るパターン紹介しました。この時ですね、バスドラムとスネア一緒に入ってるんじゃないかと思いますね。こういう時は外すのもありです。このようにして、聴いていただくと、こういった形ですね。このパターンになると最後のここはいらないかなとか、この時ももちろんバスドラ連続2個使えますからね。こんなのもありかと思います。そしてですね、ちょっと何度も戻ってしまうんですけども、先ほど四つ打ちと言ってですね、こう四分音符に全部入るところですね。これをちょっとお見せしたんですけども、この時ですね、スネアドラムと被ってる。こちらもちょっと矛盾してるように感じられるかもしれませんけども、これはこれでですね、こういうパターンというのを覚えてしまっていいと思います。その代わりですね、後に説明するハイハット。こちらを少し変えて、つじつま合わせることになりますね。ということで、こう、バスドラム、そしてスネアドラムの関係性ですね、ここで把握しておいてください。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方は、スリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。